ハイデイ、レッツゴーカイトです。レッツゴーハルッチです。今日はもう見てわかるね、うん、待て小林じゃん。小林くんはカメラマンです。今日はほぼいないみたいなもんだから、はい、ないで一言も頼む。ジョガラもっと大きい声で喋る。これ風やばいから。オッケー。見たらわかるんだけど、今日は釣りやります。無理やり連れられて来られされました。そうなんだよ、俺らね、拉致されてんだよ。拉致されました。違う釣りを教えようかなと思って、こんなね、いい趣味を俺独り占めするのすごいなんか罪悪感があるし、もったいないなって。そうだから今回はね、ハルチにも、はい、竿を用意してきました。はい、どうぞ。ありがとうね。ハルチの釣り竿も用意しました。見せてください。みんなでオソロね。はい、みんなでオソロ。デレ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 。あ、かわいい。そろっとあげるから。ありがとうね。そう、もらいました。これもらった。ハルチはこれで釣りをします今から。頑張ろう。まあ、いろいろね、ちょっと本当にエロいとかそういうのないよ。期待しんで。いや、バス釣りって本当そんな簡単にピョンって釣れることじゃないよ。え、ビギナーズラックがあるから。まあ、あるけど、だからこう今日はもう釣れるまで帰れません。そう、はい、それで俺らが全力でサポートしてこの初心者の美女に釣らせると。そう、分かってんじゃん。とりあえずまず教えるとこから始める。舐めとる舐めとる、ハルチュン舐めとるわ、バス釣り。ガチで態度舐めとる。おい、すぐ釣れると思ってるのに。ハルチュン、ハルチュン教えるとこから入るから、もういいから。頑張るぞ。お前も、はい、じゃあ今糸がこうなってますね。ちょっと話してみてね。こうなってます。今自由にパパパって出てるやん。出ちゃう。それを、うん、で、出ちゃう、出ちゃう。気持ち悪いよ、みんな。この糸を。よう、こんな細かいことできるね、ゴリラみたいな体験書のに。あとで殴ります。はい、だからこの先端の糸を、その先端の糸を全部の穴にまっすぐ通してください。絡まらないようにね。穴だよ、穴。穴ですか？自分の穴じゃないからね、ハルチ。あっ、何喋ってる？ハルチ自分の穴じゃないよ。こいつは何喋ってる？セカハラ釣りになってる。くるくるくるってならんようにね、しかも。でもし根掛かりって、根掛かりとかいろんなものに引っかかる可能性がある地面にね。そう、もし引っかかっちゃったら、ここチンコの中に入れる場所。ああ、なんそれ。それで全く動かなかったら石とかゴミとかだけど、動かなくてちょっとこう竿に引いた時にこういう風にしなりが来たら、そう、しなりが来たり、こう向こうに持ってってるとか、うん、こうチュンチュンチュンもあるから、うん、魚だと思ったら思いっきり振りキュッて合わせてる。あ、そうそう、こいつ舐めてますね、バス釣り。早く地獄見てほしいわ。早くどうする、これですぐ釣れちゃったら。ガチですごい、やばいよね。やばすぎる、多分。大丈夫だよ、待ち受けなカリーさん。待ち受けなカリーさん、子供取るもん。うん、仕上がる。触りなさい。あー、出た。とりあえず一本触りなさい。戻りなさい、これを早く。あ、はい、ありがとう。で、今ゴム通ったじゃん。ゴム通ったでしょ。ゴムって言ってみて。ゴム。ゴム。ゴム。そう、ゴムつけてって。うわ、これ気持ち悪いわ。うん、気持ち悪い。ついに投げです、ハルチさんの。これぐらいまで、50センチぐらいまで巻いてください。俺の真似してね。はい、俺の真似してね。はい、真似します。行くよ。真似するの得意ってね。はい、得意。行くよ。うまいな、そのままそのまま。後ろに振りかぶります。一回。で、周りが安定して。投げると同時に指離してください、その指。怖っ。糸が出てくるの、そうすると。せーの。そう、今のは離す角度が悪かったよねって話。で、これがうまくいくと、ちゃんと飛ぶから。こういう風に飛んでたら。あー！どうやってやるの？ここで離す。ここでライン離す。頂点に離す。頂点で、竿が。おおー、どこ行った、どこ行った。いや、そしたらしばらく待つ、ちょっと。はい、待とう。そしたらルアーがふわふわふわと落ちてくる、水の中。うん、落ちてます。落ちてます、あなたは。はい、小林に。落ちません、どう。恋に落ちてます。恋に落ちてます。え、どうすんの、これ、急に来たら。急に来たらギュンって合わせるわ。はい、今、落ちてってる、ルアーがね。ミミズ、さっきミミズみたいなやつや、うん、あれをただ巻いてもさ、キュンってなるだけ、水の抵抗で。だからそれを防ぐために、こういうふうにちょっと竿を動かしてて。あ、そう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 。俺うまいからひたすら俺の真似したらうまくなれる。なんか時間経ってハルチ慣れたそうなんで、どきなさい、カイトさん。なんでこっちから。好きやな、穴カップルに見えてきたわ。穴カップル。何穴カップル。やめてくれよ。ハルチも動かしてみて、自分で。あ、そうそう、行ってみて。あ、上手やん、私。そうそうそう、あ、どうしよう、いろいろ上手だね。あ、出てるよ、それも自分で確認ください。はい、よし、ちょっと投げてみて。いくよ、みんな。はい、見ててね。はい、あ、オッケーオッケーオッケー。いや
振りだった。今振り、振りしてた。はい。はい。ほら、ちゃんと投げれるよ。お、どこ行った今。なんでみんな見えんの、どこに落ちたか。見え見え。で、冬はね、魚動きたくないのよ、寒いから。夜がだんだん暖かくなって。ほら、はい、うまい。マルチガチャ、これ磨いたら、めちゃくちゃうまくなるのか。その無能は。お前行ったな。最低だな。お前ちょっとこっち来い。お前ちょっとお前。え？魚魚魚魚。せーので。本当に？嘘。本当に？え？巻いて巻いて巻いて。え？ハルチ行け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 。ハルチ行け。行け行け行け。え？やばいやばい。え？そう。ハルチ行け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 。危ない危ない危ない。やばいやばい。行け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 。前前前。ちょ本当ハルチ頑張れるバレる。バレる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 。ハルチハルチハルチ大丈夫大丈夫。行け行け。え、嘘嘘嘘嘘。行け行け行け。前でないか本当にバレるバレる。いいよ、そのまま、ちょっとまかんねえ、まかんねえ、まかんねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ゆっくりして、え、え、え、嘘、嘘、嘘、ゆっくりゆっくり、ちょっと待って、ちょ、ハルチ、押すで、押すで、ガチで、ガチバラしたくない。おー、やばい、ガチやばい、これは神回来た、神回来た、神回来た、これはガチやばい、え、これか、え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 、ちょ、ガチちゃんとやって、ほんとにこれだけちゃんとやって、ハルチ、今、え、じゃ、でかくね、え、だったんだって、え、ちょっと待って、これすごくね、これガチで、ちょ、持ち持ち、え、一生に一度もないで、ほんまに。え、だってさ、俺ないぞ、まず。見て。俺が。震えが。え、そうそう、やばい、俺も。はるか、凄さが分かってないもん、今。いや、どんだけいや、ガチで。え、だって。こっちがここにおると怖かった、一番。え、ちょ、持った方がいい。すげえ。これ噛まない、噛まない。噛まない、噛まない。でも、ちょっと持ってて。ここでいい？うん、いいよ。カメラに向けて。ガチでやばい。初めて初めてちょっと写真撮って、写真撮って。ほんまに。これほんまにやばい。これガチやばい。あの、はるちが思ってる以上にやばい。そうなの？え、しかもさ、5投目ぐらいでしょ？いや、ガチでそう。だってそう。え、しかもカメラ撮ったよね。あ、撮った。よかった、ね。全部撮った。この子名前、マイケルにしようかな、じゃあ。マイケル、ありがとうね、はるかの元に来てくれて。ありがとうね、マイケル。いや、大きさ測る。何センチかっていう。いや、カイトの顔がガチだったで、あ、ガチやんと思ったもん。これ、女の子？これはね、メスだね。はい、40。40。あ、43やね。こっちと上開き。スタジオ開き43枚ぐらい、はい、写真撮って。いや、俺ほんまにお前ありがとう、マジで。ありがとう、お前来てくれて。今、写真撮って。そうそうそう、ちょっと弱ってるけど、もうレンズに帰ってくる。ハルチの今良かった点はね、ギュッて止まってから、うん、待ったでしょ、巻かずに、うん、待ってたじゃん、これ違うって、うん、それでいいのよ。で、あれでギュッて何も動かなかったら石とかだったから、うん、こうちょんちょんって外すのがいいんだけど、持って行ってたじゃん、向こうに。待った後に向こうに引っ張ったからありましたから。そう、引っ張ってね、ギュン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 って。震えてるって。いや、カイちゃんの手が震えてる。カイちゃん一人で釣った時よりマジで嬉しいかもしれん。やったー。いや、俺もよかったわ。イエーイ、イエーイ、釣りました。イエーイ。ちょ、どんぐらい難しいか言って、視聴者に。ちょ、わからんやん。ここ大江川、御三川って日本探しても結構有名なタフフィールドって言われるぐらい難しい場所。あ、はい、どうですか、皆さんのおじさまたち。坊主で大江川とか御三川で帰ったことないですか。ありますよね。彼女見てください、釣り始めて1日目、五島で43センチ、はい、負け。初めて30分で釣れました。ちょっと待って、ほんまに嬉しい。うぜえな、関西弁お前の。気になるな、気になるな。だけ関西弁になる男。じゃあもう一回やろうか。いや、ハルチすごさ分かってない。本当に俺ら動画ボツになったんだよ。1日かけて動画ボツになったことあるんだよ。しかも俺もプライベートで行って2時間で何も釣れない。しかもさ、何これ。最初釣れるなら、釣れるならさ、20センチとか25センチが分かるやん、うん、いきなり40。あれでかい、あれでかい方だったんや。でかいでかいでかい。てか、ハルチ仲里依紗のとあれしょったやん。大丈夫だよ、待ち受けな、仮の仮のどこだって。この女と思ったもん、その時。中リスナーが中継してると運気が上がるんですよ。臭かった、ごめん。はるかも臭いから大丈夫。あれだぞ。釣りを何回もやったら、うん、でもこの匂いがあんまりね、勲章になる。バス触ったって。なんか魚の生臭い匂い、あんま。ちょ、お前ら同時喋んな、ガチで。動画撮ってんだよ、お前。プライベートし。最後の一投だからさ、褒めて終わらせてあげて。違うんだ、いいから、もうアドバイスとか。はるかがちゃんとうまくできてないからダメですよ。いくよー。はい、遅らせてね、話すの。はい、のちょっと遅い。あー、もう終わらん。終わんねー、これ。あと1回だけやらせて。ガチで終わんの塊だから、せっかくなら、うん、セックス。せーの。オッケー、完璧。やばい、完璧。うわー。
本当によく釣ってくれた。え、でもハルッチも分かったでしょ、もうこれあれから3時間やってさ、なんもなかったやん。 それを後藤でやりました。いや、ようやったよ、本当に。久々の釣り動画でしたけどね。あしこチャンネルのリスナーであり、リスナーじゃないにしろ、チャンネル登録者、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハルチさん欲しい、なんかそのメディアとかあったら全然ダメだ。ハルチはカチコチャンネルのもんだから。いいよ、もう捨てよ。幅広、幅広おいっせしねえよお前。なになに、スターはナスだ。なんかセックスしたい。